3番です 2×3 のマスに1から6の各数字を1回ずつ使って埋めていくで隣り合う数字は互いに素でないといけないっていうことなんですけども、えー、この6つしか数字登場する数字がないのでそれぞれの数のね特徴を見てみると6は2と3と4と隣り合ってはいけませんで5は別にいい4は2と隣り合えない3も別に21これもどうでもいいですね で一番こうわがままな数字6に注目して考えると、えー、6を例えばここに真ん中に置いてみますと、えー、隣り合ってはいけない数字この2と3をここしかこれないもう隣り合えないのでここかここにしかこれないんですけどじゃあこうするともう4が入る場所がないとこれはもうダメだとつまり6は端っこに確定しました。で 続いてじゃあ3をどこに入れてみようって思って3を例えばここに入れると、えー、2と4はこの6の近くにはいけないので2と4をここに入れてみたら、えー、隣り合っちゃうのでこれもダメだと。なので6と3の1が確定で2と4はまあここのここかここかのどっちかで1と5はまあここかここかのどっちかっていうことなので1と5は入れ替わってもいいし2と4は入れ替わっても 別に問題ないですねということは、えー、ここの並べ替え2個 2×2 と6の位置4箇所にこれるので4をかけて16っていうのが答えです16通りです意外と簡単でした落とさないように気をつけましょう